株温泉の空中写真。写真左上に見えるみのぶ線株温泉駅より、東南方向、小さな河川が蛇行する狭い谷間に、温泉街が形成されている様子がわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成株温泉は、山梨県南駒郡みのぶ町株にある温泉。 元々ある旧源泉及び2006年に湧き出し供用開始した新源泉で異なることから表にしてまとめる。中、功能はその効果を万人に保証するものではない。貝の国史によれば、上和3年に熊野権源が出現して温泉が湧いたとする伝承を記し、この温泉を中心に株村が形成されたという。また、貝の国造の塩見やにが、 領内巡視の折に、たまたま発見し、塩部の湯と名付けたとする伝説もある。鎌倉時代の日蓮書状によれば日蓮が当地で、当時を行い、室町時代には、炎山工学寺の海祖、抜けたい徳勝も当時をしたと言われる。甲府の一蓮寺に伝来する一蓮寺加古町にも、地名が見られる。戦国時代に、株村は湯の奥、金山や木材伐採など、 河内地方の産業を支える拠点にもなり、株温泉は河内領主の穴山市が再興し7月20日、佐野次郎衛門城宛、穴山信君主院城、風水被害を受けた温泉の復興を命じる内容、徳川家康も入浴したという。江戸時代に当時場となり、美信山駆動寺山経社も利用した。戦国時代には、 武田信玄の隠し湯であるとする深い伝説が加わり、近代には、富士見信鉄道の開通により奥客は急増した。1956年6月15日、国民保養を温泉地に指定。急源泉は、光線分析法指針に基づく、低温泉に指定されているほどの非常にぬる湯であり、急源泉を使用している多くの温泉宿では厳選。そのままの湯と加温した湯の2種類の浴槽を、 用意している。2004年の温泉偽装問題では一部の源泉が温泉法の規定外であることが分かり、山梨県衛生公害研究所による詳細な検査の結果、泉温が摂氏21.7度と温泉法の定める摂氏25度以上を大きく下回っていたことが発表された。この源泉では百六十九年に摂氏五点九度と 温泉法の規定を満たしていることを確認した後、低温の地下水の泉脈への流入量が増加し、それにより潜音低下が発生したと推測されている。これを受けて新たな源泉掘削を行った結果、2006年に高温の源泉が流出。新源泉は下辺奥の湯高温源泉と名付けられ供給を開始している。旧下部町南西部に位置している。南東の毛山で、 富士川の支流でけなし山から発する株川に沿って、静かな温泉宿が並んでいる。株温泉駅前には、温泉街最大の宿泊施設株ホテルがあるほか、温泉街の中心地にある源泉館は、足元有出線が有名である。ありがとうございます。